ドリーズピロリンです。スザンヌです。この間テレビ朝日で紹介されてましたね、ちゃんくん。愛の不時着のヒョンビン、イテヨンクラスのパクソジュンに続くのは誰だっていうので、ちゃんくん紹介されてました。イエーイ、もうめっちゃ嬉しかったね。もう国宝級の彫刻みたいな顔のイケメンっていうのに、あと演技力抜群って、もう私たちが好きなチャン君ものすごくちゃんと紹介してくれたスクールゾーンの橋本さん、ありがとうございます。ということで、これからもどんどんチャン君が紹介されるように、私もこの YouTube でチャン君のいいところをいっぱい紹介したいと思います。今日はですね、また私とスザンヌが勝手に都会の男女の恋愛法の名場面ベスト5を紹介したいと思います。わー、ね、都会の男女はもう本当に名場面めっちゃ多いんで、でその中でも今回はもうキスシーンとかを比較的省いてます。比較的ね、これもまあ比較的なんだけど、うん、まあ綺麗なシーンだったり、なんかね、素敵なシーンたくさんあったんで、その中からいろいろ紹介させていただいて、その上でいろいろコメントにいただいてた私の師匠のコメントなんかも紹介したいと思いますので、最後までぜひ聞いてください。まずは第5位、第5位は結婚式のシーンです。わー、あのシーンでめっちゃ綺麗でした ね、 綺麗でしたね。で、あの2人が何がって可愛い、可愛い、で、大声で、なんか結婚しますみたいなすごかったんやけど言うんやん ね、 ね。で、あのシーン、あの私の師匠が、コメントもらってたのを聞いて、はぁーって二人でね、さっきもうめっちゃ自分たちの薄っぺらさに反省しながら、あのシーン何がすごいって、ちゃんくんははしゃいでる時すごい高い声で、なんか僕たち結婚しますとか、なんとか誓いますとか言ってるんだけど、もうこれで終わりねっていう時にね、この指輪を出してきてから喋る時のあの声のトーンの低さ、何急にええ声出してるやんみたいなっていうのがね、すごいセクシーだと師匠がコメントにくれてました。これぜひ、このコメントもすごい面白いこといっぱい書いてくれてたり、あ、納得っていうのを書いてくれてるんで、ね、あの読んでみてください。どうでした、スタンこの結婚式のシーンは。私は 何回も見てるんだけど、うんうん、薄っぺらいんで、ただチャン君と妹さんが可愛いなって思ってただけなんだけど、師匠のコメントを見て、あーと思って、また今日か明日から、うん、でもまた見返そうかなと思ってますね、うんうん、もうあの前結婚式のシーンだけでもそういう見方あるんやと思って、さすが師匠深いと思いながら ね見ました、はい、それでは第4位、第4位は最終回の夜景のシーンです。イエーイ、あの最終回のね、夜景のシーン、もう綺麗さで言うと抜群、うんうんうんですよね。まあ、いろいろ綺麗さで言うと、あのサーフィンやってて、あの手つなぐシーンとかね、はいはい、海の上でサーフィンのボードの上にまたがって手をつなぐシーンとか、あと雨の中こうはしゃぐシーンとかね、はいはい、もうあれの雨の中ではしゃぐシーン、あれは、うん、チャン君とヨンソナの綺麗なカップルがやるとかわいくかわいいし綺麗なんだけど、うん、だけどちょっとなんだか、まあね、なんだか一般人がするといけてないっていうことを言いたいらしいです
ですよね、うん、あれ本当に綺麗な2人やからすごい綺麗な画像で、うん、映像になるもんね、うんうん、もうあのシーンも、うん、まあやってみたいとは思うけど、うん、やったらただのズブズブただのおばちゃんみたいな感じになってしまうんで私たちはやめときますまあねいろいろ、まあ、ちょっと話全然それてしまったけど、いろいろとそういうねなんか綺麗なシーンいっぱいある中で、夜景のシーンどう？夜景のシーンは私、うん、昨日も見たんだけど、うんまあ、それしかないんかって感じやけど、本当にあの二人が綺麗で、うんうんうん、ね、まあ最終私ら綺麗とか可愛いとかしかあんまり言わんので、実はあのこれも師匠からあのコメントをいただいてまして、であのシーンそのコメント読んだらね、ちょっと私らもうなんかあまりにも薄っぺらい2人にもうある意味驚いて驚愕自分に驚愕して、ついついなんかあのすごい納得したのがあったよね。あのシーンって一番最終回のあのシーンも、ウノが、ジオンを受け入れるシーン、うんうん、あれってその前にはリニと、ね、あのカンゴンさんが、ウノはバカじゃないと、うん、でいろいろこう慰めてくれたことで傷が癒されて、うん、もう隠し事も全部分かってしまって、うん、なくなって心の曇りもなくなって、ま、素直になった時に、ま、ネックレスのことを気になりの、うん、あんな私があんなひどいことを言ったにもかかわらず、パクジェウンはどうしてネックレスをくれたんだろうっていうことが気になりの、そしてあのパクジオンの、まあ、仕事ぶりを真剣に見ることで、まあ、彼はついに誠実だったと、うんうん、もうこれ実はあの師匠の文章そのままなんですけど、まあ、そんな中ダメな自分を心の広いジェオンが、まあ、包み込んでくれて、うんうんうん、で一緒に恋愛について考えていこうって言った言葉は素敵でしたっていう、もうこれそのままパクってますその後、まあ、雪の中2人で歩きながら、うん、ウノの好きなものを一つ一つ聞いていくんだけど、うんうんうん、ソナじゃない、うん、ウノを知っていこうとする、うん、ジェオンが最高に素敵でしたと、うんうんうん、師匠は、うん、そうあの最後の好きなものを言っていくシーン、うんうん、あれは、うん、何そういう意味があったんやと思って、ね、今日は初めて知った、そう知ってもう自分たちのただの薄っぺらさにまた思い知らされましたという感じで、もうでも納得よね、そうそうそう、あれがまとめなんよね結局、うんうん、あの結局一緒に恋愛について考えていこう、うん、そしてあのウノを知っていこうっていうの、お互い二人でウノを知っていこうっていうのをまず始めてるっていうところ、ジェオンの優しさ、素晴らしいですね。で最後ウノが好きなのはパクジオンって言ってで、パクジオン好きって言って彼を引き寄せる、うんうん、まあ、これも師匠が書いてくれたんですけど引き寄せる、うん、であのそれは結局あのウノの中にソナがいるんだよって、うんうんうん、ジオンが常に言うてたことを最後、うん、ウノが自分でこう表したというか、うんうんうん、まあ、ぜひぜひこのコメント読んでみてください、うん、めちゃくちゃ納得できると思います、うんうん、ね、お師匠、うん、本当にありがとうございます、うん、もうぜひあのいろんなそういう意見聞きたい方、あのぜひぜひコメントの方もしっかり見てみてください、うん、まあ、そんな感じで、うん、もう最終回夜景シーンベスト4でしたでは第3位は、指輪コロコロキスシーンです。イエーイ、シーンは本当に、まあ、皆さんが神回ですよね。で、私らにとってはの神回はちょっと違ったらすいませんって感じなんですけど、あのこれはもう文句なく皆さんが言う神回やったと思います、うんうん、思います思います。で、スザンどう思う？まあ、私も神回やともちろん思うし、あのなんかこうキスシーンも可愛いんやけど、私が好きなのはこう指輪と、まずシャー君の指輪を落とす、はい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 、コロコロコロってね、でそのあと自分の指輪気になるっていうところがね、気になってこうなんか服をやってたら、うんうんうん、落ちてしまった、でそれをチャン君が見てウノが気づいて汗振って、ああ、はい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 、なそういう、それ指輪がとか言って、でチャン君がこうやって下げて連れていくとか、あのシーンが可愛い、もうあのシーンがね最高に可愛いよね、可愛い、もうあの中で多分あのシーンの中で一番のポイントはそこよね、可
可愛い。あの発想が可愛い。ね、あの発想が可愛いよな。うん、あんで連れて行ってもらいたいわ。連れて行ってもらいたい。そのまんごいとこ知られせんよ。で、キスシーンもいいんだけど、あのね、が可愛い。あの可愛さが、ね、可愛さがたまりませんよね。うんうんうん、これについても師匠がコメントをくださってたんですけど、うん、まああの前にうのの名前をジョンが言うシーンってあるんやね、うんうん、でそのシーンもジョンの正直さが現れた感じがするって、うんまあ、そういうところを細かく見てるっていうのがすごいね、さすが、もう師匠でいてくれてありがとうって感じだよね。で、それにあのキスシーンをした後のあの微妙な顔、うんうん、チャン君のあの微妙な顔は、うん、ようやくまあまあまあウノのキスをきっかけに、まあ、ジオンがようやくウノの心に入れたようなホッとした気持ちが表情に現れてたって、あれホッとした表情だったんですね、うん、ねでもそう言われてみたらそうかも。でもその後の情熱的なキスシーン、うんあれにも視聴者ノックアウトって書いてくれてました。確かにこの14は神回になるぐらいなんで、うん、もう視聴者ノックアウトですね、うんうんうん、ではでは第2位、フランス屋台で酔っ払ってソナの幻を見るシーン、ねえっていうかこれ幻じゃないんやけどね、実際実物なんだけど、ジオンは幻だと思ってるんです、うんうんうん、どうスザンヌこれ、あの演技はすごかったで、あの演技、うん、もう何酔ってる、うん、泣いてる、うん、酔ってる、うん、どっちみたいな感じやん、ね、でもその両方を酔っ払わず、うん、悲しくなくできるチャン君すごいよ、ね、すごいあの演技力、演技はすごかったね、うんうんうん、酔っ払った顔で泣くんやね。そうそう。すごいよね。泣き方もすごい良かった。で、なんかこうじーんなんていうかな、そう、なんか切なさがもう表面に出てて、で、あの私いつもコメントくれる別のちゃんともの方もいらっしゃるんだけど、その人はこのシーンすごく良かったって。ああ、良かった。言ってますね。言ってくれてましたね。うん、もうあのシーンはね、もうね、チャンクの。呼ぶって、うん、チャン君のもう演技力が、うんうんうん、もうあれ他の人できへんのちゃう、うんうん、あれはもう神回なんだけど、うん、あれは神演技、あ神演技出ましたで本当にそうよね、うん、あれは神演技でした、うん、あれもなんか顔が美しくないとダメそうやね、あれでぐちゃぐちゃやったらね一人で泣いとけみたいな気分になるよねで、うんうん、あのでも私あの横に座らして、うん、こんなやってするところも好き、もういい、好き、うん、でももう酔っ払ってるっていうのが、うんうんうん、酔っ払ってないのにあそこまでできるのすごいね、あのポロッとした目とかね、そうそう、もうあのそう目が、うん、ねね、うんうん、ね、ね、ということで2位になりました。もうじゃあ分かりますね、ベスト1はあれしかないですね、この2人この2人が選んだみんなと違う神回13話の神回、雨の日の車での楽しいんです、イエーイ。でもチャン君この間の YouTube の、YouTube ライブみたいなのでも、うんうんうん、チャン君このシーンと、うん、さっきのフランス屋台のシーンと、うん、この雨の日の車のシーン、うん、これはなんか印象的だったって言って、雨の日のシーンはあれ大変だったみたいで、うん、雨が凍って、うんうん、あの雨降らすとそういう寒いんやね、凍ってそれがなんかそれで NG よく出て大変だったっていうのをね言ってたよね。あのシーンもやっぱり演技力よね、ちょっといたずらっこみたいなことしてみたり、うん、なんか意地悪してみたり、うん、もうなんか可愛さ炸裂で、あのさ、うん、車の中もチャン君の一人舞台よね、ね、もうそれに私たちはあの指が感動的やったね、そんなんしか私は結構エロいネタしか言ってもないんで、あのシートそう倒すウィーって倒すとこね、あれもでも最高になんかあれうまいこと作ってるよね、作ってる
ね、あの歌流れてくると思うよね。そう流れてきて、あれね、師匠がね前に書いてくださってたのは、うん、なんかこう流れて、あの音楽が流れてきて、で、あの日雨だったじゃない、うんうん、あの雨でこうやって騒いだし、はい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 、あの時の歌もあれだったのかな、はいはい、うん、あれを思い出させて、なんだか、まあ、重ねてる、うん、ある意味重ねてるシーンであったっていうので、うんうんうん、よかったと思います、うん、ね、あれは、うん、もう私たちの神がやっぱり1位ね、どうしてもこれは外せ、これは外せません、ごめんなさい、ごめんなさいということで、今日は名場面ベスト5、私たちが勝手に決めさせてもらったベスト5紹介させていただきました。また近々、今度胸キュンベスト5ぐらい、うん、やりたいですね、やっちゃいますと予定しています。今日は少しでも面白いとか少しでも参考になったという方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしてます。これからできたら皆さんのコメントも少しずつ紹介していきたいと思ってるので、ぜひコメント書いていただければ嬉しいです。ノリズミロリンでした。スザンヌでした。アニョー。